え、何今の。 はい、どうも。パートいくつか。パート20、20じゃねえ、30。ちょっと待って、確認だけ出して。パート30、36かな。うん、パート36です。どうも、アザラシです。ね、3つ分ぐらい、ただバイトを探すだけで一向にバイトが探せられないという動画の引き続きになります。おそらく今日こそバイトを見つけられるでしょう。港でマッドエンジェルスの影を追ってというね。ディスク3が始まったはいいものの、全くそのなんだろう、つかめない感じでやっちゃってます。がまあね、勢い新たにやっていきましょう。鎧同士が確かまだお目見えしてないよね。鎧同士、せっかくわざわざ港まで足を運んで出向いて、覚えた鎧同士をまだ一度もお目見えしてないので、それをどこかで見せてから行きたい。まず冒頭それを見せたい。おい福さん、俺の鎧同士の稽古をつけてください。お、いいね、わかった、相手するよ。試し切りに付き合ってくれ。きますよ。刀の錆と消えよ、福さん。福さん、寒くね。もう12月23日ですよ。お願いします。せや、違う、これだな、これだよ。どうした福さん、今のだぞ、今の見えた、こんなだぞ、こんなだぞ。ちょっと待って、この技が一体どんな意味があるんだろう。手の使いをちょっと特殊かな。このシュッとこう、どうだ、うわ投げられた。鎧同士が全然強そうに見える。これだぞ。投げ技練習したいな。こいつはどうだ。はい、もうこんな時間か、ありがとう。15分ほどしかしてないよ。ありがとうございました。延々稽古つけてるのも楽しいけどな、正直楽しいけどな。か言うてもらえんか。鎧同士なんかしょぼかったな。後ろ前で出すんだけど、やろうとしてた。一歩下がって二歩前に、シュッ、ほんまにできてたか。一進二退でか、合ってたかな。後ろか、ちょっと違う技出してたのかもしれん。自信なくなってきた。もう一回だけ、もう一回稽古つけてくれ福さん。入れん。もう一回稽古をつけてください。もう一回技を見せて。前後ろ後ろだよな。前後ろ後ろだ。六さん、もう一回稽古。何でしょう、俺バイト。一日一回だけしかできんのか。でも留守を分かります。じゃあな、1日1回だけか。
だからその投げ技なんかは高校でもしっかり福さん相手に修行を積んで強くするのかな。王道としてはな、トレーニングをしっかり積んで強くなってから、まあ、あのハゲのスキンヘッドとかと戦うっていうことかな。そういう感じですね。ふいえ、シェンムーですね。シェンムーですねって言っちゃった。なんか、中村。中村。何してたんだ。何してたんだ。ちょっとね、息抜き、受験勉強の。なんか中村に話しかけるときだけちょっと優しくね。私の目標ね、ほぼさんになることなの。だから頑張らないとね。私子供大好きだから。ああ、頑張れよ。またな、中村。うん、またね。中村に話しかけるときだけなんか優しくない？そんな気がするんだが。あら、なんかイベント。なんかイベント。どうした？あ、お兄ちゃん。どうしたの？めぐみちゃん。どうしたんだい？ほら、あんなところに。足が治ったからな。足が治ったからな。でも、さっきからずっと降りてこないんだ。心配ないよ。猫は高いところが好きなんだ。そうなの？足は大丈夫みたいだ。もう心配ないよ、めぐみちゃん。うん、じゃあね。立派な野良猫になりそうだな。おっ、原崎。原崎。はずきくん。セガって書いてる、つながんじゃん。薬は？薬かい。あの子、心配だったから。そうか。のぞみお姉ちゃん、足、もう大丈夫だよ。こういうなんか、人が誰かに小さい子とかに優しくしてる姿を見るとキュンとなるよな。じゃあ、お店の手伝いがあるから。原崎、いい子だ。こんな風にイベントいっぱいあったんだな。知らんかったよ。知らんかったよ。で、結局猫ってさ、戻ったの？そこに。あ、戻ってるわ。戻ってるわ。あんま大きくなってない気がするけど、やっぱ初めの動画のパート1の見比べるとやっぱ大きくなってたりするのかな。原崎はいい子だな。ああいう子がいいな。ああいう子はいないな。ああいう子がいいなと言って、ああいう子はいないなと言い返す。言い直し返す。ね。しかも、ちゃんと葉月亮の主人公のことをしっかりと気にかけてくれると。みんなに分け隔てなく優しく、しかもそれでいて、主人公にも好意を持ってくれている。こんなイージーモードがあるでしょうか。しかしそのフラグはバキバキに折っていくと。復讐なんて何のいいこともねえな。はっきり言って、はっきり言って、なんでこの復讐しようとしてんだろうな、葉月亮はな。そんなのさっさとやめて、ちゃんと受験勉強してね、原崎となんかこうくっつけばいいんじゃね。そういう風な甘い生活を送って、そんな生活を送るのもいいんじゃないでしょうか。だらっとそんな幸せが続くとおしまいなんだみたいな。空に、原崎、葉月くん、あんた優しいやつだったんだな。どうしたの？え、何かあったんでしょう。いや、質問パターン。いや、そうじゃない。お願い、危ないことはやめて。大丈夫だ。風がさよさよしてる。前髪で風を感じる。ももあったら心配するな。心配するな。よ、約束して。ああ、じゃあまたな。またな。そう、急に思い立ったじゃないけど、話そうと思った。シェンムーの実況よりもさ、焼きつくの動画の方が後で上げたんだけど、再生数が伸びててね、特にパート1が。うん、シェンムー伸びるだろうなと思ってたけど、シェンムーよりも焼きつくの方がどうやら人はあんまりちょっと興味があるようで、うーんってなってる。割とシェムの方が気合い入れて実況してるんだけどな。ただ、ヤギツノクの方がサムネ頑張ってるとか、そういう違いはある。サムネ頑張るって何ですか。鎧同士の練習を、ここで練習できそうだな。練習っていうか、一回だけ見せたい。ちゃんと。よし、やるか。
前後ろ後ろ違う、また違う、これだ、やっぱこれか、やっぱこれかこれだよ、全然強そうに見える、これ前後ろ後ろだけど、前前後ろとかあったっけ、あるわ、ないわ、前前後ろ、これか、前前後ろ、前後ろ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 前、これか、後ろ後ろ前、浴びせ蹴り、後ろ前前前蹴り、これスライディングキック、前前後ろ、前後ろ後ろ、いやーいろいろあるな、もういいっす、こんなとこか、いやー基本的に前前後ろとか後ろ後ろ前とかそういうので技があるね、だからこの前前前前とか前前後ろとか前前か前前か、この鎧同士なら前後ろ後ろ合わせ、レッス光線だったら前後ろ後ろ拳だけね、これ見たら分かんじゃん、これ見たらこうしたらどんな技かが、出足止め、旋風、これ使いたい、今使ったからちょっとだけトレーニングされたことになってるんだね、巻き固めとか、あ時間、いや投げ技ちょっと見たかったな、ジングペンジングペン鈴が鳴る、030だから15分間か、いやまたこんにちは、このガキによく話しかけてる、違うんだ、あのユリコさん、栗田さんとかどうのこうの話はどうなりましたか、港でバイトできるとか、あ話が、私は港の方のことってよくわかんないな、でしょうか、そうですか、そうですか、震え声、店長、店長、店長ならわかるだろう、港でバイトできるとこ、時間時間時間、これなら、そうですね、正論、ど正論上がる、でもね、この町の人しか知り合いがいないんですよ、あんまり港にはあんまり知り合いがいない、残念ながら、ああ、ちゃんと声入ってるよな、マイクが確認してなかった、動画始める前に、バス来い、 Come here、 カチ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 、シェンムー多分もうあんまり残すとこ長くないよ、パートも30後半まで来たけど、そんなにあともうそんなに長くないよ、終わったらなんか何しようかなとか考えてるけど、なんもないかもしれん、動画上げるの楽しいんだけどな、動画上げてそれがどういう風に再生数伸びたりとかコメントがついたりとかチャンネル登録してくれる人がいたりいなかったりとか、そんなことでネットの世界に訴えて何かこう石を投じてその波紋を見てるみたいな感じでさ、楽しいんだけど、いやーまあね時間をかなり無駄にしてる感はある、でもなんだろう、自分が死んだ時にさ、なんかこういうのでもネットの世界に残ってたら寂しくないかもしれない、俺が死んだ後俺が寂しくないかもしれないな、なんてことを考えたりしますね、うん、もういつメメントモリっていう考え方じゃないけど、メメントモリじゃないけど、明日死ぬかもしれんって思った時なんかいろいろ残ってるのはいいよね、なんかなんだろうな、何も残らず死ぬよりは、消えてなくなるよりは、こういう風なものでも残った方が、残ったらなんかいいなって思うけどね、100年後10年後1年後でいいや、誰かが気づいてそんな風なことを考えたり考えなかったり、考えてないな、本当はそんなにない、この辺りでバイトを探してる、ただシェンムーを今やるだけだ、募集してるとこ知りませんか、そうね、私にはこの辺り、やっぱり言ってくれてな、ね、第12番かな、あそこが一番臭い、正午ぴったしにまたついちまってるけど、
入ってもしょうがないんだぞ。あ、やっとなんかあった。よかった。よかった。お、あんたは不良の。名前忘れた。ケンかな。なんだ。適当に言った。元気ないっすね。困ってんだったら力になりますよ。おお。当てにならないな。あ、これでも港のことには詳しいんすよ。何でも聞いてくださいよ。港で働きたいんだ。どうしたらいい？船乗りになるんですか？かっこいいっすね。でも俺船ダメなんですよ。すぐ入っちゃって。ふざけとんとこ。だだちょ待ってくださいよ。なんとかしますよ。船から荷物を運ぶ仕事の親方なら何人か知ってますぜ。ほう。本当か？どこ？兄貴のために一肌脱ぎますよ。頼めるか。じゃあ明日の昼12時に第一倉庫の青い大扉の前に来てください。昼12時、クリスマスなんですが。第一倉庫の青い大扉の前だな。はい。クリスマスにそんなことやりとうねえ。原崎としっぽりと行きたいんですが、ダメですか？なんかすごい飛んだ。なんかすごい飛んだ。これでいいのか。すごく間いたけど。やだー。ここで釣れるもん。眼光鋭い。いや、君釣りしたことあるかい？釣りの技を伝授してあげようか。ズバリ待つことさ。正しい。でも最近釣りはそうじゃない。ルアーを投げる釣りだってありますからね。攻めの釣りだな。例えばこの人がこの中に入るじゃん。後で中を入って後を追って中に入ったらあの人いると思う。シェムクイズ。原崎となんかクリスマスそういうのやりたかったな。クリスマスになんかバイトの面接ってやだわ。なんかそれでしかも落とされたりしたらもう目も当てられんよな。やだ、そんなのやだ。悪いけど話してる。わかりました。シェムクイズ正解はデブド。あ、いたよ。いたわ。ちゃんといましたわ。すいません。何でしょうか。今あんまり時間ないんだけど。あの、ごめんなさい。また後にしてください。あ、はい。あ、はい。あ、はい。シェムクイズ、女の人はちゃんと中にいました。変でした。あ、また暇が押し寄せてきた。本当に特に何もすることないよな。ちょっとあのネット検索するかな。ちょっと待ってよ。ちょっとお時間を。フリーなんか適当に歩いててくれねえかな。シェンムーチャサブイベント。シェムーサブイベント発生状況一覧でてってね。お役に立てて嬉しいっす。アジア旅行者でチケット予約後、ジミと会うまでに自宅に帰ると反応。留守は任せてくださいと、福さんは胸を張るが、という、原崎の花見た、望みの涙。ん？ 12 月26日以降。クリスマスが終わった日の夜。桜ヶ丘公園で一人泣いている望みを発見する。葉月君と離れたくないという望みの気持ちに応えられない寮。寮の肩にもたれかかる望みの切なさが伝わり、グッと来るシーンです。雨の日には発生しません。12月26日以降だって。ここは地味に騙されて家に帰るとどうのこうのってのかな。猫の、これも見てる。子猫がもらわれていくってのあるぞ。
破るところが電話がかかってくる。望みの涙が見たいな。見たいけど、見たいけども、まだ読んでる、いろいろ読んでる。なんかいろいろ技が。だいぶ早く進めてるかもしれん。なんか3月31日とかって書いてあるんだけど、3月31日の夜寝ると、これね、3月31日の夜寝ると、龍が見る夢の中でシェンファーが警告してくれる。桜が散るとき龍が道を閉ざしてしまう。急いで。のんびりプレイする人にゲームクリアに最低限必要な15日前だと知らせてくれる。お助けイベント、これを見るまでシェンムーをやり尽くしたとは言えない。無理無理。今12月24、3なのにさ、この後3月31日までシェンムーの中でこう牢獄だよ、時の回廊だよ、そんなもん。しかも時間がスキップできるわけではないという、なんつう地獄だよ。そんなイベントがあるんですね。これは無駄に、てかイベント発生させずにだな、イベント発生させずにバイトとかまああるんだろう、して続けてトレーニングし続けて3月31日になったらそんなこともあるかもしれんな。恐ろしか。欲しいもんも特にねえな、欲しいもんも特にねえし、金も特にねえ。ポテチ買っとこう。シェンムーポテチ120円、買う。はいはい、ありがとうございます。これをピリッ、ガチャガチャ一回できるよね、できるよね。はいはい、くじを。ガチャガチャってくじか。当たった。何？うわあ、お客さんおめでとう。好きなの選んでください。ほい、フォークリフト、フェリー、クレーン。フォークリフトかな。じゃあこれを。はい、どうぞ。フォークリフト赤ゲット。じゃあね。まあサブイベらしいサブイベはもうないな。12月26日以降じゃないと特に何もないようで、このまま帰ってもいいかもね。うわ、もう24分だ。いつの間に時間がこんなに。いやびっくり。じゃあもうとりあえずここでビシッと決めます。あと帰るだけだから、次のパートは本当に見る価値なしになるかもしれんけど、とりあえずここまで。ほな。